カブ TV がお届けしますアジア進出ワンカメ相談、今回も、アジアの、進出にまつわる、お悩みごと相談に、乗っていただきます、乗っていただきますのは、ホープユールグループの堀社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回の、相談者、大阪府の38歳の会社経営者の方からの相談です。はい、香港に子会社を作ろうと思っています。香港での会社の作り方や、会計の方法などが全くわからないのですが、メリットと注意点を教えてくださいという質問が寄せられています。はい、香港で会社を作りたいとですけど、はい、会計だったり、まあ、税金だったり、いろいろわからないので、うん、メリットデメリットを整理していただければ。わかりました。はい、法人の、ルールですね、はい、作る時のルールをじゃあお話します。はい、一つまず会社の資本金なんですけれども、はい、これは香港ドル1ドルが最低の資本金になります。はい、1ドルということはだいたい11円か11円50銭11円50銭、もう、まあ、日本の1円企業にほぼ近い状態ですね。です、はい、これがまあ昔からずっとあるということですね。はいはい、で次に株主は1人以上、うん、ですから1人でも結構ですね。はい、で役員、会社役員となられる方は1人以上、つまり1人でも結構です。じゃあこの方は1人でも会社作れる。そうです。で、そういうことなんですね。うん、この株主と役員が同一人物でも結構ですので、つまり1人から会社が作れるということですね。でこのまず1人会社を作りたいという方がいらっしゃるので、まあ、この方がいらっしゃれば基本的には会社は作れます。はい、で会社を作られた後、設立後まず一番初めて会社を作られてから初めての会計決算というのは、会社設立後18ヶ月以内に行ってくださいねというルールがあります。日本は12ヶ月1年に一度ですよね。ですね、ですからこれは香港の優遇措置だと思うんですけれども、はい、1年半の間、はい、会計決算を猶予してくれてるわけですね。はいはい、ですからその1年半のうちにいつを会計月、うん、いわゆる期末月にするのかというのを決めていただいて、その後はまあ1年後になりますけれども、初めはまあもう目いっぱい1年半の猶予をですね、使われてもいいと思うんですね。それはどういうことですか。立ち上げたばかりの会社がその通常だと1年でその会計月が来るのが1年半ということは、それだけなんていうか頑張れるということですか。そうですね、そういうことですね。うん、いわゆる新規創業に対する優遇措置なんですね。はい、でまずこれが会社の作り方で、会社をまず作っていただくのに必要な期間が、通常ですと、まあ、大体1ヶ月ぐらいを見ていただければ、はい、会社名が決まって、これを登記簿で調べて、はいはい、OK だと、はい、この会社名使いますよということで、設立を着手してから約1ヶ月のうちに、うん、まあ、銀行口座ですね、はい、法人の銀行口座の開設ぐらいまでは終了していただけるかと思いますね。1ヶ月でできるんですね。約1ヶ月と見ていただければいいと思います。でその後もうすぐに、実業に使っていただけるものになりますから、うん、なるほど、まあ、とてもシンプルですね。なるほど、作っていただければですね。そうですね、そうですね。うん、で、ここまでが会社の作り方になります。うんうん、で会計の方法についてなんですね。はい、次会計の方法ですね。はい、日本の、まあ、会社さんの、はい、例えば経理の方が兼務で香港の方経理の方も担当するよと、うんうん、いうことですと、うん、まあ、通常のまとめはですね、日本語で作られておいてもいいと思うんですけど、やっぱり会計決算、はい、どうしても英語になりますので、はい、ここは香港の方の、うん、まあ、スタッフを置かれるんでしたらそれでいいですけれども、うん、当初固定費でスタッフを抱えるのはどうもなということであれば、うん、まあ、そういうところだけはですね、なるほど、日常の帳簿付け、あとはその、損益計算書ですとか、うん、貸借対照表ですね、こちらの政策については、うん、まあ、香港の方で、うん、に委託されるような形で進められてはいいんじゃないかなと。それは英語で自分で作ることができれば、あ、もちろん、ね、もちろんそうですね。うん、ただまあ、そういうやりくりもあるでしょうか。うん、まあ、ですから初めの1年、うん、あるいは2年の間にそういうものも習得されて、徐々にご自分の会社の中に取り込んでいかれて、うん、まあ、内製化されるというふうに焦らずにやられるのもいいんじゃないかなと思います。で、最後にメリットと注意点なんですけれども、はい、まあ、メリットとしては先ほど申しました通り、はい、会社を設立して1年半は会計決算が猶予されるということですね。はいはい、でもう一つは、うん、まあ、やはり香港といえば税率が安いということですね。この法人税が 16.5%、はい、16.5%、はい、この 16.5% というのはいわゆる事業収益に対する、うん、
事業益に対する課税ですね、はいはい、まして投資ですね、つまり株式ですとか不動産ですとか、はい、そういうものに投資をされて得た利益、はい、まあ、いわゆるキャピタルゲインと言われるものですね、はいはい、投資回収益に関するものについて言うと、はい、香港は税率が 0% かからないんですね、つまりお金がかからないというか税金がかからないということです。なるほど。ですからこういう税効果をうまく活用されて、うん、企業の中で資金を上手に融通されることによって、まあ香港に会社を作られるのは、おそらく日本の事業の加速のため、あるいは日本以外のところの事業の加速のためにもお使いなんでしょうから、まあ香港の会社を事業のセンターとして置かれるもよし、この機能を使われてグループ全体の金融のセンターとして、よりその事業のスピード化、より事業の効率化を追いかけていただくようなことが可能になるんじゃないかなと。これが大きなメリットだと思うんですね。なるほど。事業から上がってきた収益の、そうですね、いわゆる税金が安いわけですから、はい、再投資にかけれるお金も増えると。そうですね、うんうん、でもう一つ注意点の、はい、なんですけれども、実は注意点というのを見つけるのが非常に難しい、はい、んですけれども、うん、一つ気にしていただきたいなと思うのは、はい、不用意に資本金を大きくされるとですね、はい、やはりその増資はいくらでもできるんですが、やっぱり原資の手続きというのは同じように、うん、手間がかかるもんですから、はい、もし資本金を増資していかれる場合にも、はい、まあ、段階的に増資をしていかれる方が、はい、原資作業が必要になるような煩わしいことを起こさなくて済むということだけは念頭に置かれておくといいんじゃないでしょうかと。よく来る相談がですね、はい、じゃあ資本金いくらにすればいいんですかという相談なんですけれども、はいはい、まあ、概ね目安として、うん、事業を立ち上げられて1年間で必要な経費、うん、いくらにされてもいいんですけど、1ドルから作れますから、うん、ただ、まあ、リアリティのある、うん、ある資本金で会社を登記したいと言われるときに、うん、まあ、イメージとして持っていただければいいのは、はい、1年間分の経費、うん、ぐらいを資本金の目安として捉えられるといいんではないかなと思います。なるほど、なるほど。ということは、日本円で何百万円とかっていうところが、そうですね、例えば人を一人抱えます、うん、事務所をささやかながら一箇所設けましたと、うん、まあ、それで年間で、まあ、約700万円の経費が必要になりますと、600万円の経費が必要になりますというと、大体それぐらいを資本金にされるとよろしいんじゃないでしょうか。なるほど。で、あと一つメリットを申し上げますと、この資本金に関してですね、はい、じゃあすなわちその日本ですと会社を作りますと、はい、資本金登録をしますと、すぐにその銀行口座に資本金の振り込みを行わなくてはいけないですね。香港の場合は、うん、実は資本金の振り込みを必ず期日までに行いなさいということはないんです。つまり期日設定はないんですね、うん、はい、例えば600万円の資本金にした会社がありますと、じゃあこの株主になる方は600万円を期日限定でその期日までに振り込まなくてはいけないのかというと、実はそうではなくて、例えばその1年半後の会計決算の時にまだ株主さんは資本金を払ってないという時にでもですね、実はこれ決算上何になるかというと、会社から株主さんへの貸し付けですね、として清算することは会計をまとめることはできますので、ですからある程度の資本金登録は必要だよと、はい、だけれども今すぐに出せるお金はないんですと言っても、将来のために準備をされておいてもいいと思うんですね。その時に 会社と株主の関係は貸借、借款の関係になるわけですね。会社が株主にお金を貸し付けているということも実は融通が効きますから、これも日本のように固くないのでですね、うまく活用していただければいいんじゃないでしょうか。じゃあその自分の作る事業とか持っている手元の資金とかによって、その資本金というのを柔軟に判断していくことができると、そうですね、はい、ということですね。はい、なるほど。いや、分かりましたでしょうか。とにかく、1ドルで会社は作れる、で税金は 16.5% ですし、18ヶ月以内にその会計決算すればいいと。そうですね、うん、でその他にも、まあ、メリットデメリットさまざまありますけれども、まあ、ぜひ注意して、会社を作る、そして会社を栄えさせるということですね。そうですね。なるほど。なんか最後まとめがありましたらぜひ。ですね、まあ、香港はですね、その、税制面のメリット、まあ、あとはその実業的に見ても後ろに中国という大きな市場を抱えてますんで、実業的にも可能性のある場所だと思うんですね。で中国という大きなマーケットに一番隣接している資本主義地域だというふうに言ってもいいんじゃないかと思うんですね。そういう非常に特異性のある、あるいは特徴のある地域で、こんなに簡単に会社が作れるんであれば、あるいはそこに金融的メリット、
金融機能面としてのメリットも享受ができるんであれば、ぜひその会社経営にですね役立てられる一つの、道具として、香港の法人をうまく活用されても良いんじゃないかなというふうに考えます。はい、堀社長、今回も分かりやすい説明ありがとうございました。どうもありがとうございました。